アクカルは、茨城県つくば市に拠点を置く、アニメ制作スタジオスタジオプユカイが制作し、YouTube とニコニコ動画にて無料で配信している、インターネットアニメ。茨城県を農業中心に宣伝する目的で、制作されており、茨城県といえば、納豆のイメージが強く、数多くある県産農産物の認知度が低い、現状であることが制作の動機となったという。 インターネット配信だけでなく、茨城県で開催されるイベントへの出展や、上映会といった、宣伝活動も数多く行われている。2012年11月1日から、茨城県のインターネットテレビ、いわきら TV においても配信が開始された。2014年6月6日より、新シリーズ、アグ、カル、プレイウィズ茨城編がスタート。 茨城の魅力をよりアピールすることをコンセプトとしており、様々な観光名所などを紹介する内容となっている。毎月第1、第3金曜日に公開。公開から1ヶ月は、YouTube とニコニコ動画にて無料で、視聴可能、その後はニコニコ動画にて7日間10パートの有料コンテンツとなる。2015年12月8日よりベトナム語でアフリコした、アグ、カル、 プレイウィズ・茨城編をベトナム・ビューティービーで放送する。今から20年ほど前、無人の荒野となり果てた茨城の地で、先代のバラキちゃんは巨悪を相手に死闘を繰り広げていた。様々な精霊とトランスファームし、見事に茨城の大地を守った先代バラキちゃん。時は流れて2010年、筑波山近辺で農業を営む原木さないの前に、無二郎。 オジリンデーコロウの凶悪な外従トリオが突如として出現、恐るべきメカを駆使して、彼女の農場を襲撃し始めたのである。怒りに燃えるサナイは農業天使、バラキちゃんに変身し、茨城県を蝕む終わりの見えぬ、非常な戦いに身を投じていく。茨城の肥沃な大地を我が物にせんとするため、高度なテクノロジーによって建造をされたメカを次々と投入して、 農地を襲撃する三匹の害獣型怪人。その攻撃は全くもって無慈悲であり、圧倒的な科学力の前にバラキちゃんは毎回苦戦を強いられている。肥沃な大地と農作物を求めて逃走する反面、農作業ができないよう徹底的に田畑を荒らすなど、一見大きく矛盾した行動をとる。しかしそれは農地を荒らすことにより、県民を絶望させて、 茨城全土を手中に収めるための作戦だということが明らかになっている。活動資金を捻出するために、稲敷市の和菓子店でまんじゅうを作るアルバイトや、長市の何でもやおいと営んでいる様子がエンディングで紹介された。ゴジャッペイブラザーズが乗り込む巨大ロボットで人型と車両型がある。片足立ちや高速二足走行などが可能であり、 極めて高いレベルの制御技術が用いられている。研究開発及び製造について、筑波市内の研究機関や筑波大学、日立製作所などの関与があるかどうかは、現時点では、不明。稲穂が先生となり、さないと視聴者に、稲作の身に知識を叩き込むコーナー。全六は予定復興支援を目的に、茨城は負けない。日本は負けない。キャンペーンが行われ。 その一環としてあぐかるチャリティーグッズが発売されている。売り上げの一部は茨城県の災害復興に対する義援金として茨城県に寄付される。ありがとうございます。